こんにちは、速稼塾の久保です。いつも FX の相場解説をご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、 FX にさらに力を込める意味で中村トレーダーと連絡をね取り合いまして、速稼塾のプレミアムっていうコースがね、 FX の専門コースがありましたけども、これをねもう一回強化した形でできないかってことを前々からちょっとお話ししていたんですけども、中村トレーダーもね、こういう時期だからやっぱり FX が必要でしょうということで、大いに乗り気でいてくれてはいたんですよ。もちろんこれね何も含みもありません。全面的に OK だということなんですよ。でそれに先立ってですね、皆様の お考えをね聞くための Zoom のライブをちょっと一旦やった方がいいかなと思うんですよ。どういう形で進めていきたいか、もしくはこれまでに速稼塾のプレミアム参加したけどもどういうふうに進めていった方がいいのか、自分の方向性がどのぐらい見えたのかっていうこととかね、あとはなかなか力がつかないところの弱点強化をどうすればいいのかってことも本当にねこれみんなで話し合ってそれから進めていった方がいいと思います。私も多少答えれることがあると思うんですよ。それからですね、この速稼塾の FX コースプレミアムをどうしてねファイナルという形でやろうかなと思ったかということなんですけども、今ね全ての業種が軒並みダウンなんですよね。本当厳しいです。理由は2つあるんですけども、1つ目はこれです。どの業種も危ないんですよ。それで見通しが立たないんですよ。昨日も安倍総理の記者会見で言われてましたけども、長期戦になるということなんですよ。長期戦っていうのは少なくとも年単位です。私は2年と見てます。そうですね、抑え込みの1年と回復のための1年という形で2年かかると思います。当然オリンピックはされないと思います。延期になって中止っていうのがシナリオだと思います。それからもしかしたら起きてほしくないんですけども、30日ですね、3月30日ですから明日になりますけども、東京の都市封鎖がいきなり起きるかもしれません。なんでね都市封鎖がいきなり起きるかっていうと、疎開を防ぐっていうことなんですよ。いきなり封鎖してしまうともう動けないんで、都会から田舎の方に疎開できませんよね。で疎開する時間を与えてしまうと何が起きるかっていうと、ほとんど無感染だったら無傷だったところまで感染をしてしまって、そこからの逆流ってものがね考えられるんですよ。でそういうことも込みで、今までの全世界の例から見ると都市封鎖っていうのはあっという間に起きます。本当にね数時間後からやりますみたいな感じなんですよ。で当然そのための防衛のためのね、ガードマンとかの根回しっていうのもすでに済んでると私は考えております。そうなると今度はね全国ガードマン協会っていうのがね、警備員協会っていうのがありますけど、そちらの方で人員の配置がどうなのかってことを調べることができて、確かに首都圏にちょっと厚みを帯びてですね、各警備会社の人員が配置されているところはあるんですよ。これがですね都市封鎖のためなのかどうかは分かりませんけども、私はそういうふうにして裏付けを取っております。で例えばマイカーっていうかね、マイクロバスで、東京の方面に向かうガードマンがちょっと異様に多いなみたいな感じで見ておいたりするんですよね。そういうルートをね教えてくれる方もいらっしゃって、それを総合的に考えてどうなのかなっていうふうに裏付けるところなんですけども、何の保証もありませんけど、私はそのようにぼんやりと考えております。でそういった形でね、もしかしたらこの今回の世界中を取り巻く環境が、思った以上に深刻なんではないかなと思いますね。そうなったら例えば1929年の世界恐慌の時は GDP が 40% から 50% ダウンしたんですよ。日本で言ったら250兆円が失われるようなイメージです。今500兆円600兆円目指しているところだったですからね。そう考えていくと、ほとんどの方の給料が半分なくなるとかね、2人に1人は職を失うみたいなレベルの話になってくるわけなんですよ。そうなった時にも私たちは生きていかなければなりません。どうやって収入を得ていくか、例えば緊急融資ってのありますけども、フリーランスの方には80万とかね、それから企業にはいくらでしたっけね、4800万みたいな融資枠ありますけども、果たしてこれでね事業を持ちこたえることができるか、生活できるのかって言ったら、それはちょっと分かりませんね。特に長期化になると物価が上がることも考えられるんですよ。そういうことをいろいろ考えると、やっぱりいつでもお金を取り出せる FX って力を今度こそ身につけておく必要があるんではないかなと思います。で経験のある方は結構ねやらなきゃっていう気持ちになったら早いと思うんですよ。ですので今回のプレミアムファイナルっていうのはね大いに期待していただきたいと思いますし、Zoom ライブには少なくとも参加していただきたいと思うんですよね。さあそれで2つ目の理由なんですけども、これはちょっとね FX をやってるものに明るい話題なんですけども、アメリカの緊急融資っていうのは今ね237兆円を計上しております。これ多分そのまま法案通過して本当にそうなるでしょう。市場にドルが237兆円これが供給されるんですよ。237兆円ですよ。とてつもない金額ですよね。日本の国家予算の2年半ですよ。そのぐらいが供給されるんですよ。それで何が起きると思います？
円とドルのバランス壊れますよね。だってドルがブワーって供給されるわけですから、もうもし日本がね237兆円ぐらいの同時の同じ同規模の経済対策を打たない限り、円とドルのバランスってどうなると思います？じゃあ私たち FX のプレイヤーにものすごくつけ込むチャンスがあると思いませんか？そこからですね、1000万でも2000万でも持ってくることができるんですよ。もう圧倒的に一方方向に動くんじゃないかなと私は思いますけどね。まあそういうところもね、あの中村トレーダーと打ち合わせながら速稼塾のファイナルやってみようかと思います。これはね、かなり大きな私たちにとってはビッグウェーブになると思います。世の中の景気が悪くなれば悪くなるほど FX は有利になってくるっていう側面もあるんですよね。だから個人的に儲けるだけになっちゃいますけども、まあそれでね、皆さんをお助けすることができるじゃないですか。そういうふうな期待を込めて FX のこのねプレミアムファイナルっていうものね、もうすぐリリースできると思いますんで、4月中には、4月のね半ばぐらいまでにはリリースできると思います。まあ、その前にちょっとズームライブをね、中村トレーダーにやりましょうってお話ししますんで、ぜひご参加いただきたいと思います。またこちらの放送の方でね、ズームライブは何月何日 URL ここですよっていうふうにお知らせしますんで、よろしくお願いします。で、ちょっとねアンケートを取ってみようかなと思うんで、ちょっとアンケートお願いしたいんで、動画概要欄にねアンケートをちょっとつけておきますので、今月中に出していただければ幸いでございます。ズームライブに、反映されると思いますのでよろしくお願いします。それでは失礼します。